こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日はルソーの社会契約論の続きの話をしていきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集しています。説明欄のところにリンクがございますので、そちらからご登録ください。あと Amazon 楽天のリンクが貼ってあります。そちら一度踏んでいただいてお買い物をしていただきますと、新州読書会に、紹介料が入ります。よろしければご協力ください。では今日は第1編の第7章、主権者についての続きを読んでいきます。続きからいきます。しかし政治体または主権者は、その存在を社会契約の神聖さのみからのみ引き出すのだから、その最初の行為、括弧社会契約に背くようないかなることも、例えば自分自身の一部分を譲り渡したり、または他の主権者に服従するような自分を義務付けることは決してできない。他者に対してさえもできない。自分がそれによって存在する契約を破ることは、自らを滅ぼすことである。そして無なるものは何者も生み出しはしない。ということです。前回、一応社会契約というのは、これちょっと前回のところも読んだ方がいいですね。主権者は自分で犯すことのできぬような法律を自ら犯すことは政治体の本性に反するものであるということ、ということですね。このことを言ってたんですけど、これはどういうことかというと、主権者ってのは自分で犯すことのない法律を自ら犯すことはできないと。自分を奴隷にするような法律を自分に犯すことはできないってことを言ってんだと思うんですね、私。自分で自分の自由を奪うような法律を主権者ってのは作っちゃいけないと。なぜかというと、自由でありながら、一般医師の指導のもとに自分を置くと。自由でありながら国家に所属してるっていうのが社会契約なんですね。だから国民っていうのはまず自由じゃなきゃいけないと。で、自由である、二重の契約になっているんですよ。自分自身に対して自由であるという契約をしてるわけですよ。まあそのことを自賠責と例えます。自賠責に入ってるから、あと社会契約を結べると。まあ国家と契約できると。いうことですね。自賠責に入ってないと高速道路に乗っちゃいけないと。なぜかというと、自賠責に入ってないやつが高速道路で事故を起こすと、とんでもない悲惨なことになるわけですね。一銭も出ないってことですね。でも入ってなくても国家が結局出すんですけども、おそらくね、だって被害者困っちゃいますからね。まあ自賠責ってのは強制加入の保険なんですね。自賠責法っていうのはあるそうなんですけども、強制加入しないと事故った時相手に保険金出ないわけですね。自賠責保険が。だから全員加入なんですよ。だから車検とかやった時、車買った時とか車検やった時に自賠責の保険料を払うわけですよね。これもう強制的に払わないで乗るってことできないわけですよ。払わないで乗るとしたら車検通さずに車乗ってるってことですよね。で、法律を犯して乗ってると。で、この法律は何を犯してるかっていうと、これはまあ例えで言ってるんで、自賠責に入らない車っていうのは、まあ、言ってみれば自分で自分を奴隷状態にして乗ってるようなもんですよ。一回事故起こせば、もう無制限の責任を負わなきゃいけないと。誰かを自賠責で殺したとすると、まあ、怪我でいいですか。怪我で、まあもし後遺症が残って治らないような一生面倒見なきゃいけないような事故をした場合ですよ。一銭も払えないわけですね。保険金から出ないから自分から持ち出しになるということですよ。で、それがまあ18歳から免許取れんでしたっけ。まあ働いてない大学生とかがそんな事故を起こしたとしたら、もう一生台無しですよね。相手にずっとお金払い続けると。まあどうせ踏み倒すのかもしれないですけども、まあ結局お金を払い続けるっていう義務を負うことになるとしたら、保証し続けなきゃいけないと。損害賠償を払い続けるっていう人生になったとすれば、これは自分で自分を奴隷にしてるってことですね。その損害賠償によって。
で、そうならないように自賠責、まあ、その負担を減らすように自賠責保険に入るようになってるんですね、日本の法律ではね。ということです。だから自分自身を奴隷にするようなことを、そんな法律を犯すことはできないということですね。で、主権者はしかも同一の関係によってしか自分自身を考えることはできないのだから、その際主権者が自分自身と契約する場合は自分自身と契約する個々の人の場合と同じことになると。ルソーの考える社会っていうのは、一度人間を自由な主体としてデフォルト状態を作るわけですね。それはまず自分に対する契約ってことですね。誰の奴隷でもないと、誰にも支配されてないっていうか鎖につながれてない人間として1回目自分自身と契約すると。で、その自分自身の全部を社会との契約の中に、明け渡すってことですね。これが非常に分かりにくいと思うんですけども、まあ、最近選挙、2017年の10月22日に選挙ありました。まあ、選挙棄権してもいいんじゃないかって、こんな大義のない選挙なら棄権しようって言ってた人たちがいるんですけども、選挙で決めるっていう多数決の法則っていうのは、それ自体約束によって打ち立てられたと。で、少なくとも一度だけは全員一致があったってことなんですね。ということは、なんで選挙で決めてるかっていうと、みんな選挙で決めようやっていって、その一致があると。それは、一人一人の国民主権の主権者たちがですよ、日本人の国民が、有権者が、一度は国家と多数決で決めますと。約束してるわけですね。で、約束っていうか全員一致があるわけですね。その全員一致がなければですよ、選挙は無意味ですよね。一部の人だけでやってる選挙になっちゃうんですね。今投票率 53.68% でした、前回の。半分しかいかない選挙であっても有効なんですね。だって一応全員一致はあるんですから。残りいかない 47% の人も、まあ 46.何% の人も、いや、私は行かないけれども、選挙結果を受け入れるっていう合意があるわけですね。ということになってるんですね、一応ね。ということですよ。ということは、みんながみんな一度全員一致してると。私は有権者として多数決で決めますと。それについては異議ありませんと。いうことになってるんですね。異議あるんだったら選挙やめりゃいいと思うんですよ。多数決で決めるの。民主主義っていうか、まあ議会制民主主義はやめたらいいっていう話になりますね。まあ、選挙で選ぶのはやめた方がいいって話、やめて、やる必要がなくなりますから。でもみんなそれについて文句を言わないと。憲法を改正するとかそういうことも言わないってことは、まあ、今のところは、それでやろうってことで、全会一致になってるってことですね。いつそんな合意したんだということなんですけども、まあ、それは私は大日本帝国憲法が発布されたときに、まあ、そういう形でやっていこうって決まったと。まあ、普通選挙法が確立したのはね、まあ、男女普通選挙はもう日本国憲法からですけども、でもまあ一応、全会一致で決めていくっていうのは、手続きに関して言えば、なんていうんですか、その、大日本帝国憲法で、決まってったと。まあ、選挙は、最初の頃選挙はしてないですけど、まあ、国会開くってことですね。あ、まあ、選挙はやったんでしょうけど、まあ、その納税額で、制限選挙だったわけですね。でも、制限選挙やったとしても、その人たちが国民を代表する議員だってことになってたと。まあ、国民をどうやって代表させるかってことですね。まあ、一応今は選挙で代表させるわけですね。別のやり方で代表させる方法があるんだったら別の方法でやればいいと思うんですけども、今のところは、投票所に行って、紙を箱に入れる、名前書いて入れるって形になってるんですね。で、棄権はしても、棄権というのは別に合意してる中での話ですから、白票を入れるのも、選挙結果を受け入れるってことですね。受け入れないんであれば、まあ、本当投票箱を盗み出すとか、ね、武装集団が投票箱を持ってどっか行っちゃうとか、まあ、そういうことになっちゃいますよね。あるいはその投票って決めることは認めないって言って、
いうことを言い出して政治運動するか、何がですね、投票なんか意味がないって言わなきゃいけない。でも今のところはそういうことをおっぴらにやってる人は、不正選挙だって言ってる人たちはいますね。武蔵の首相マシンで不正選挙が行われてるっていう人がいるんですけども、まあそれはそれで、まあわかんないですけど、そんなことができるのかどうかですよ。でもそういう人たちも、でも選挙を受け入れてるんですよ。選挙そのものを受け入れた上で不正選挙だって言ってるんですね。で、選挙自体が意味がないっていうんだったらまた別の話ですよ。でも一応、不正選挙だって言ってる人たちは、一応選挙をやることは認めてるんですね。ということですね。でもあらゆる選挙は不正だって言って、選挙っていうもの自体が民意を反映しないから、選挙自体やめろと。くじ引きで決めろとか、そういうこと言うんだったら、別ですけどね。ということですね。棄権するか。だから、グラデーションがあると思うんですよね。選挙は大義がないから棄権しよう運動、署名集めるとかいうのは、まあ、だいぶ手前の話であって、その次は不正選挙だと。不正が行われてると、選挙管理委員会ごと買収されてんじゃねえかと、いう話になってると、誰かに、誰が買収してんだか知らないですけど。まあ、CIA に買収されてるとかなんとかね、なんでもいいですよ。自民党に買収されてるとか、別にコミンテルンに買収されてるとかね、中国に買収されてるとかなんでもいいですけども、まあ、どっかロシアにかね、買収されてるとか、まあ、そんなこと言うんだったら、まあ、その選挙自体、無効だって。これが驚くことにですよ。アメリカ大統領選だってまだそんなこと言ってんですね、不正選挙があったと。それトランプの側がロシアゲートだって言って、ロシアの人たちが、Facebook にフェイクニュース書き込んで、選挙妨害してたって言うわけですよね。まあでも選挙妨害なんですよね。で、その選挙の投票結果が、なんかその集計マシンのところにウイルスかなんか入っていじられたっていうんであれば、まあ不正、集計の過程に不正があったってことですね。まあ、で、やり直そうって話であればやり直せばいいんだと思うんですけども、まあ、証拠が出てこないから、なんか一人ね、マナフォートっていう人がね、FBI に捕まってましたけども、捕まってなんか調査を受けてますけども、アメリカでさえそんなことをやっていると。で、日本でも、まあ、まだその、棄権した方がいいんじゃないかなんて手前の話で次になればね、どうやって票の管理してんだって話になってくるし、で、票の管理っていうものは公正にできることが担保されないんであれば、まあ、国際選挙監視団を入れる、国連に頼んで入ってもらえとか、なんか誰か第三者を入れないと、この国は不正選挙だらけだって話になると。で、その次の段階には、やっぱもう選挙自体が無意味だと。投票所を襲えと。投票用紙を燃やせとか、そういう話になってきますね。でそこまで、まあ、ならないでしょうね。なぜならないかというと、やっぱり全員一致があるからですね、これね。多数決で決めるっていう全員一致自体は、これ自体突き崩すってなると、すごい勢いで反発があります、やっぱ。世の中、まあ、日本の国民のほとんどから、いや、そんなことあるわけねえだろう。まあ、どういう開票になってようが、選挙は、やるっていうでしょうね。俺は選挙には行かないけど、選挙で決めることには合意してんだから、選挙はやってくれと。投票には行かないけどっていう話ですね。だと思うんですね。ということですよ。で、まあ、主権者っていうのは、話は戻ると、まあ、一度は合意してると。一度は合意したと。で、合意するのは誰が合意したのかっていうと、自由な主体が、自由な国民がですよ。誰にも令受しなくて、誰にもここに一票入れるとか強いられてですよ。刃物で脅されて、投票所のね、ブースの後ろでなんかね、ずっと拳銃突きつけられてね、ここに入れろと。何々通ってかけてって後ろでやられてね、一票入れて解放されるみたいな選挙を、やってるわけないですし、まあよくあるのはね、その投票用紙持ち帰って、そこに書かせて次の投票しに行く人に渡すと。で、渡した人は次白い用紙持って出てくると。で、順繰りでやって、投票を、コントロールするってなんかね、
だからよく数学の小話に出てくるようなやり方でやるケースも、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけども、まあ、そんなことやってればバレますけどね。でも一応は自由な意思で、投票してるってことになってるんですね。だ自由な主体が、まあ、無記名でですよ、投票できるようにしてあって、その投票自体は全会一致で、一人一票だってことでやってると。これはすごいことなんですね、よく考えるとね。よく考えられてるんですよね。なぜかというと、一人一人を全部デフォルト状態でまっさらにしてると。で、誰にも強いられてない状態で名前を書くって投票するってことを、一応原理原則としてるわけですね。ってことは、まあ、選挙において名前を書くってところには自由があるわけですよ。一応自由なる主体としてやってるわけですよ。この自由を、もうどっかのね、洗脳機関に入れられて、もうなんか、自民党とか共産党とか手がそうやって動くように洗脳された上で投票所に行かされるとか、なことやらされない限りですよ。コントロールすることできないわけですね。どこに入れるかってことはね。いうことです。で、何が言いたいかというと、このルソーの言ってる話ってのはもうほとんど数学的な抽象的な空間っていうものを人間に当てはめてる。まあジョン・ロックとか、まあホップスとジョン・ロックがルソーがやってることっていうのは、人間っていうのを一回なんか座標軸に散らべてですよ、自由なる主体っていうなんか一つの基本的な、なんか数値として見たってことですね。で、そのまとまり、なんか集合論みたいになってるわけですよ。で、それで多数決の原理で、代表を出して、社会契約として国家と関係するっていう形になってんですね。だから、で、その中でさらにルールを作ってるという意味では、人間一人一人ってものを、初めて、そういった形で、なんか、二重の契約をしてると。まずは、自由であると。で、自由であって社会契約をしてると。いうふうに定義づけたわけですね。で、そういうことやったからすごいんですね。で、その時に一般意思っていうのを持ち出したと。一個の座標軸、みたいなのを作れる人が、まあ、みんなで意思があると。みんなでルールを作る意思があると。全会一致の合意っていうものを作る一般意思があるから、それによって人間をみんな等しく平等に並べて、自由を持たせて、代表を選ばせるっていう形にしてるってことですね。で、この後に出てくるのは、この後にっていうか、そのちょっと前回の続きのとこから喋ってるんですけども、この団体が社会契約に背かないようなことについてでも他のものと約束することはできないということを少しも意味しない。というのは外部のものに対してはこの団体は単なる一存在、一個人なのだから。ということですね。だから、まあ別に他の団体、この、まあ日本国民がですよ。日本国民ごと別に他の団体と、別の社会契約を、まあその一個の社会契約結ぶ、日本国との社会契約に違反しない形で別のところと社会契約を結ぶことができると。まあ、どういう、国連とかですよ。国連じゃおかしいか。なんだろうな。まあだから国家に背かない限り、宗教団体みたいなところと別に社会契約結んだっていいわけですね。ってことですね。まあ、それはありますよね。まあ、例えばね、創価学会の人たちっていうのは、まあ、公明党っていう自分たちの、まあ、自分たちの宗教団体でありながら、政治団体、政党を持ってるわけですね。政党っていうか、まあ、創価学会の信者が主な支持基盤である公明党っていう政治団体を持ってるわけですよね。で、なぜかっていうと、まああれは世俗の宗教団体ですから、別に国家と、国家っていうか、だから自分たちで政党を持って政治に参加していくってことは、別に自分たちの教えと関係ないわけですね。できるようになってるんです。まあプロテスタントみたいなもんですから、
カトリックとプロテスタントってカトリックの信者だと国家と対立するんです。アメリカになぜカトリックの大統領がケネディしかいないのかって問題がありますけども、ケネディはカトリックですよね。だから一番バチカンというか ローマン方に忠誠を誓ってるとこあるわけですね、どっかにね。でなおかつアメリカの国家に忠誠を誓ってると、で二重に忠誠を誓ってるっていう状態、どっちが上なんですかって話になっちゃいますよね。でそういうのが問題になるんですね。だからなんかあんまりカトリックの人がアメリカの大統領に、ケネディしかなってないっていうのは、副大統領とはなってますよ。前回のね、何でしたっけ、バイデンとかもカトリックですけども。基本的には二重忠誠の問題が出てくるっていう話らしいんですね。だけど、プロテスタントの人は、教会とそんな社会契約結んでないですから、社会契約みたいな契約結んでないわけですね。だから忠誠を誓ってないですから、教会と。だからプロテスタントの人が、アメリカの大統領に なるってことですね、ほぼね。ということですよ。だから日本の場合も、創価学会っていうか、創価学会に入ってる公明党の議員っていうのは、別にどっか日蓮召集に破門されてますから、全然関係ないわけですね。受注性なんかないわけです、日蓮召集のお寺になんか。だから、国会に入っていくと、自民党と連立与党を組んでたって、別にそれが、自民党と連立与党を取って国家に忠誠を誓うのと、法華経や日蓮聖人に忠誠を誓うのどっちが大事なんだなんて問題が、一応出てこないように、教えの中身を変えたわけですね。国立会談問題とかいうのがあるわけですよ。なんかこれ一応、本当は日蓮宗を国教にするとかね、いう話になってこなきゃいけない話なんですけど、在家の信者ですから、そんなことやんないですね。出家してる人がいるわけじゃないから、そんなとこまでいかないから、公明党は自民党の下駄の雪だって言って、田中角栄さんが すごいこと言ってましたけども、結局、それ、深い意味があるわけですね。自民党とそんな変わんないわけですね。ということですよ。法華経を拝んではいるけど、自民党員と大して変わらない。法的はそんな変わんないと。宗教問題除けば別に自民党を支持してる人と被るから連立与党にいるわけですね。それがなんかキリスト教のプロテスタントと似てんですよ。と思うんですよ。そのことをすごい詳しく解説してる人はあんまりいないんですけども、あの作家の佐藤勝さんっていう人はプロテスタントですね。だから、なんか公明党の人とね、なんか対談本出してますね。なんか創価学会と平和主義っていう新書も出してますけども。そういうことなんですね。で、何が言いたいかっていうと、別に他のものと、外部のものとして別に社会契約結んでたって、国家と結べると。別に創価学会に忠誠を誓いながら、国家と忠誠誓ってて、で、それで問題だってことは、今の日本ではないってことですね。いうことになってんですね。だから国家から別に、国家の社会契約に違反してるわけじゃないですから。いうことですよ。オウム真理教とかだと国家と対立するわけですよ。だって出家してますからね。で出家してて自分たちの教えが国家より上に行っちゃってる人たちですよ。で新しい国家を作るんだと。塩暮らし、真剣政治の国家を作るって言ってる人たちだから、で出家信者が、とりわけ出家信者が地下鉄サリン事件とかね、なんか坂本弁護士一家殺害事件とか、主に支持してやったわけですから、あれはもう宗教が国家と対立しちゃってるんですね。そうなると、社会契約、国家のとの社会契約に背いてるわけですね。あそこの信者はね。出家信者は。そうなると、ああいうことになっちゃうと。いうことですね。私、なんかすごい、ためになること言ってるような気がするんですね、これね。
オウム真理教事件が何なのかと。なぜ1991年、2年、3年ぐらいに創価学会が日蓮召集に破門されて、細川政権に連立して入っていったのかとはですね。みんな、冷戦体制が崩れたっていうのはあるんですけども、共産主義対自由主義っていうのはなくなったっていうのもあるんですけども、それ以上に、社会契約の問題が出てるんですね。今まで冷戦構造で見えなくなってた社会契約のあり方が、あの時宗教問題としても、全ての問題として出てきたわけですよ。ソ連崩壊以降、日本がパッとしなくなってきたんですね、急にね。実は、不況に入っていった、バブルも弾けて不況に入っていったわけですね。根本的な原因は、冷戦構造から出てって、がなくなった時に日本がどうあるべきか。いまだに冷戦構造を引きずって、北朝鮮という国家がありますけども、地球上にですよ。まだなんか、共産主義みたいなことや、全体主義みたいな国家あるわけですね。ジョージ・オーウェルの1984年を地で言ってる国が、まだビッグブラザーがいるような国が一つあるわけですよ。あれはあれでまだ残ってるわけですけども、でもその他の国は、みんな冷戦構造の首輝から離れてったと。で、離れてって、じゃあ、自分たちの国をどうやって作っていくのかって問題になったとき、方向性が見えなくなったんですね。ということですね。今までは対立構造があったから、その中で分かりやすかったんですよ。政治の話もね。右と左で。だけど、急に、そのタガが外れたときに、民族問題が出てくるとか、今まではイデオロギー、共産主義で見えなかった民族問題がね、ユーゴスラビアとか内戦になっちゃったり、日本においても、細川連立政権ができたわけですね。自民党の一党支配じゃ俺らまずいと。で、さらに小選挙区比例代表制にして、二大政党を交代してやっていこうって、小沢一郎さんとかね、いろいろな人がこう考えたわけですね。新しい政治のあり方をしていかないと、55年体制でね、自民党と万年野党の社会党で、あとその他みたいな感じで回してたのと、別の形にしようとしたわけですね。で、やっぱりそれがずっとうまくいかなかったんですね。うまくいかないまま、なんかぐちゃぐちゃして、落ち着いたところが自公政権の一強化っていうところに、今落ち着いてきちゃったわけですね。で、これはなぜ起こるかっていうと、やっぱ社会契約の問題があると思うんですね。で、さらには、今、我々に起こってる問題は、その、社会契約、国家との社会契約も、ぐちゃぐちゃして自公政権一強になったのはありますよ。それが、政治体になってきてるんですけども、それと同時に、二重の契約ですから、まず自分自身が自由であるっていう契約が、なきゃいけないっていう問題が、これがおかしくなってきてるんですね。それはもうブラック企業が出てきてね、なんか過労死するまで働かせる、サービス残業させられるとか、未払い賃金が出るとか、いろいろありますけども、冷戦体制の中では、一応労働組合があったから、強かったわけですよね。だって世界中が冷戦体制で自由主義の横暴を許さないっていう勢力が自由主義の陣営の中にもあったもんですから、なるべく労働法を守ってですよ、労働者の権利の保護とか自由とかっていうのを、組織的に、戦い取ってた部分があると思うんですよ。私は別に冷戦時代にあったの全然小学生だから知らないんですけども、多分そうだったと思うんですね。今労働組合が何やってるのか、私別に労働組合がいるような会社にいたことないから分かんないですけども、慣れ合いですよね。労使協調もいいとこで、賃上げ自体政府が主導してですよ。賃上げ要求、経営者側に出して、労働組合も一応形はね、なんか、春闘だとか言って戦ってるような感じなんですけども、そもそもですよ、労働組合に入ってないような非正規の社員が、派遣、労働法、労働法の派遣法とか改正して、全く自由じゃない人間がわって出てきちゃったわけですよ。冷戦構造が終わって労働者の地位が下がったんですね。だってソビエトがなくなっちゃったんですから、労働者がプロレタリアと独裁だって言った国家がなくなったわけですから、ということは、
何が言いたいかっていうと、労働者っていうのは今まで自由だと、自分は自由だという契約をしてると、でさらに国家と社会契約してんだっていうことは、まあ、冷戦構造の中では建前としてあったわけですよ。それが冷戦構造が崩れた時に、自由じゃなくなったわけですね。それは非正規雇用っていうのが急に、規制緩和の中で起こって、機関工とかですよ、車の機関工とか、なんか3年働いて契約更新していくとかいう形の、あとアルバイトとかですよ、まあ、フリーターとか増えたとかもありますけども、まあ労働者保護を集団でやんなくなったってことですね。今までは集団で労働組合でどんどん運動して、まあ、曲がりなりにも労働者保護をやってたんでしょうけども、まあ、じゃあ総本山がなくなったことによって労働問題っていうのは支えていく政治勢力がなくなったわけですね。で本当は二大政党制にして、その民主党とかはそういうのを支える形でやるはずだったんですけども、なぜかそうならなかったんですね。そうなるとどん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 自由を奪われる人間が出てきたってことですね。それとともに格差社会もどんどん格差も広がってきたということですよ。で、何が起こってるかというと、自分が自由じゃない人が出てきてるんですね。これが恐ろしいことなんですね。だって自殺サイトに死にたいって言って殺されちゃう人がいるってことですよ。これはすごいことですよ、よく考えるとね。で前からもう結構10年前ぐらいから問題になっても、ネットが出てきて問題になってきたのは、自殺願望のある人が自殺サイト悪用されて、なんか殺されるっていう事件もあるし、まあ集団自殺するってこともね、連単でなんか 3,4 人で知らない人で自殺するっていうのも結構事件としてありましたけども、なぜああいう人が出てきてしまったのかっていう問題が出てくると、そういう人はまあ自殺願望があったっていうことは一つ、まあいろいろ経済的な問題とか病気の問題とかあるでしょうけども、一つ言えるのは、自分自身の自由を投げ出す人がいるってことですね。本当の自由は死んだ後にあるって、今もう苦しいと、でさらにもう、まあ、生きてて申し訳ないとか、まあ、自由じゃなくてもう奴隷状態だ、死んだ方がマシだってことですね。死んだ方がマシだっていう状況に人間を追い詰めてしまってる人間がいるってことですね。だからもともと人間は自分で自由だと、自由な主体であるって自分に対して契約しなきゃいけないと、なんとか生きていくと、で権利を訴えて自由を訴えて、この社会で、戦いながら生きていくと、まあ、競争はしなくても戦って生きていくと、で戦っていくにあたっては、まあ労働組合でも何でも、まあそれなりにバックアップしてくれるっていう、社会構造があったと、社会の方もそれに理解があったという世界が崩れた時に、自分がもう奴隷状態に近いと、生きてること自体が、生きてても借金まみれになっていくと、働いてもワーキングプアであると、生きていくこと自体が苦のシャバであると、地獄と一緒であると、なら死んだ方がいいのであると、でついては自分で自分を殺せないから人に殺してほしいと、あるいは一緒に死んでくれる人を探したいという人が出てきたっていうこと自体は、これは根本的にはこの社会契約論にある第一章の最初の言葉ですね、人間は自由なものとして生まれた、しかも至るところ鎖でつながれている、この一文の意味すら分かんない人が増えて、もう自分は最初から肌から自由じゃないし、生まれてきたこと自体が間違ってた、死にたいと、だからもう死んだ方が自由だと、今生きてる中で自由が奪われてんじゃないんだと、そんなことよく分かんないと、苦しいから早く死にたいと、楽にさせてくれっていう人が出てきてしまったってことですね、これね。でなぜ出てきたかって問題ですよね。いや、まあ、元々からいたのかもしれないですけども、多分だから自殺数が3万人とか超え出したのはやっぱり結局90年代以降、後半以降なんで、やっぱり社会構造が変わったと、人に優しくなくなってんですよ、おそらくね。
人に優しくなくなってるっていうか、人に優しいっていうか、自分の自由を大切にしようとか、我々は奴隷じゃないとか、権利を行使していくんだっていうことを言えない社会がになってったってことです。それは冷戦構造が崩れて、やっぱイデオロギー的な問題として、まあソビエトなんか、まあどうしようもない国だとは思いますけども、でもそういうイデオロギーがなくなったことによって、自由な人間が自由に権利を主張するとか、自由を主張するっていう、なんかこうカウンター勢力みたいなものが一気に なくなったってことですよね。なくなってったと、この20年。その結果起こったのは、生まれてきたことの意味がわからんと、死んだ方が早く自由になれると、生きてる中で自由を実現するのは無理だという人たちが出てきちゃったと。そうするとルソーの言ってるその社会契約論の最初の自分自身に対する契約、私は奴隷じゃないと、自由な人間として国家と契約するんだっていう、その自由の部分がもう信じられない世の中になってると。生まれながらにしてもう形を変えた奴隷として生まれてると。なおかつ国家と社会契約を結んでも社会保障という形でなかなか助けてくれないということですよね。自分自身に対する契約ももうグダグダになってると。で、国家との社会契約っていうのもなんだか頼りないとで、人間が社会に投げ出されてる状態が、まあセーフティーネットがないとか滑り台社会ってそういうことだと思いますけど、そういう状態が今起こってしまってるってことですね。で、それに対する自覚もないってことですね。ということです。その自覚のなさで自分をどんどん悪循環に落とし込めてると。まあ、デフレスパイラルってことを言われますけども、まあ、社会がデフレになってスパイラルになっていくのと、人間自身の悪循環ですね。自由を失っていく悪循環でどんどん起こっちゃってると。お金がたまんないから博打に手を出すとか、なんか鬱屈してるから麻薬に手を出すとか、お金が足りないからまあ体を売るとか、まあ一度手を染めると、これもう強烈な依存関係に入っていっちゃうようなものに手を出してですよ、身を滅ぼして自分の自由を手放していくということが起こっちゃうわけですね。まあまあギャンブルでは借金ですけど、借金とか、まあ病気っていうか薬物依存であれば自分の健康っていうものを手放すと、まあ売春とかであればですよ、やっぱりお金を稼ぐっていうことに関して自分を奴隷状態にしてるってことですからね。自分の体を売るっていうのはね、まあ、まあ自分の自由を、精神的自由を売ってるってことですね。どっか麻痺させて売ってるってことになりますから、自由だったら、自由でお金に不自由してないけど売春してますって人はまた別ですからね。お金が欲しいからやってるってことですね。普通に働くより効率がいいっていうのは、自由な時間を確保したいから他の自由、精神的自由を手放してるってことだとは思うんですね。そういう形で、なんていうか、その私喋りながら思ってきたのは、この20年30年ですよ、まあ冷戦が終わって以降、90年代2000年代2010年代に起こってんのは、まあ自由を失っていく過程ですよね。我々が率先して自分に対して、でそれがやっぱ社会問題として出てると。で、生まれた意味はわからんと、誰かに殺してほしいってとこまで言ってるっていうのは、もともとこの世界に自由があるってことを知らない人が結構な数で存在してきてるということですよ。だから自由な主体になってないのに国家と社会契約結べないわけですね。自賠責に入ってないから高速道路走っちゃいけないのと一緒だと。もう自賠責入らない状態で、いやこんな状態で高速走るんならもう嫌だと、全然こっから飛び降りますって言って、速道からね、なんか崖から落ちるみたいな、危険運転しちゃってるみたいなことが、まあ、目に見えて起こってると。ということはもう社会契約自体が成り立たなくなってる。まあ国家っていうものが、社会契約が、国家の社会契約が成り立つとしたら、
まず一人一人の国民が自分に対して自由であるって契約をしなきゃ、国家との社会契約も成り立たないわけですね。で、国家だけの社会契約が、まあ、強くなっていくと、単なるファシズムになっていくわけですね。自由を抑圧した形の社会契約だと。まあ、だからよく考えると、ルソーをファシズムの走りだっていう人たちがいるんですけども、まあ、それは確かに、ウィキペディアでルソーの項目を読んだりすると、そうやって書いてあるんですよ。ファシズムはこいつのせいだって言って。だけど、ルソーは一番自由を大切にしますよね。ファシズムっていうのは人間の自由を奪いますからね、やっぱりね。まず最初に。で、国家との社会契約しかない状態ですよね。で、まあ、ファッションってこと自体が、束ねるって意味ですから。束ねるというと、自由なものとしてじゃないと。もうなんかドロドロに溶けた人間を、ただ、ドロドロに溶けたっていう言い方おかしいですけども、もう頼りない個人が、ただ、結束で祝えられてるという状態がファシズムだと。で、ルソーの言ってる一般意思とか社会契約っていうのは、ちゃんと人が人として自由であるっていう状態での結びつきのことを、社会契約を解いてるんで、まず自分自身が自分自身に自由であるってことを言い聞かせて、自由であろうとするっていう気持ちがないと、こんな社会契約が成り立たないってことを言ってるんですよね。で、そうだと思うんですよ。そこを踏まえないと、単なるファシズムの、なんか総本山でするそうみたいな感じになってるのは、これでも説明としておかしいと思いますけどね。で、続きです。しかし政治体または、さっきの最初のところに戻りますね。しかし政治体または主権者はその存在を社会契約の神聖さのみから引き出すのだから、その最初の行為、社会契約に背くようないかなることも、例えば自分自身の一部を譲り渡したり、または他の主権者に服従するようなことに自分を義務づけることは決してできない。他者に対してさえもできない。自分がそれによって存在する契約を破ることは、自らを滅ぼすことである。そして無なるものは何者も生みはしない。これすごいいいこと言ってるんですね。自分が、自分によ、それによって生きる存在する契約っていうのを今破っちゃってる人がいるんですね。もう死にたいっていうことで生きてると。でも死にたいって至るまでには、多分いろいろなプロセスがあったと思うんですよね。まあ、だから貧困問題である子供の貧困問題っていうのは親が貧しくなっちゃったと。まあ親の世代はもしかしたらまだ貧しくなかったのかもしれないですけども、まあ子供の貧困連鎖って本読んだことあるんですけど、まあ大体親が借金抱えてるけど、まあ、無理してると。さっさと生活保護を受けて、生活立て直した方がいいと。生活保護って生活の立て直しのためにやるんですから、立て直せばいいのに、ずるずる借金しながら無理な生活して、で子供は自分で学費稼げとか言って、で子供の方はなんかアルバイトしながら学校通って、で結局体壊すと。で、そういうことが書いてあったんですよ。ってことは、少なくとも、親の世代はまだ、まあ、教育なりなんなり受けてたのかもしれないですけど、それは子供の世代で学校をドロップアウトしてしまうと。それも、まあ、学費が足りなくて自分で働いてとか、まあ、親が、借金まみれだから生活費入れるために働いてたと。でそんなことが起こると。でそれによってもうすでに自分の自由を手放しちゃってるわけですね。家庭内において奴隷状態になっちゃう子供がいると。自分が働かないと家が回っていかないっていう子供がいると。でその子供が結局もう奴隷状態なわけですね。誰の奴隷になってるわけじゃないんですけど、まあ家族の奴隷になってるっていうか、家しか居場所がない上に家族のために働かなきゃいけないと。それも10代からってことが起こると、まあ、それによっても最初の契約ですね、自分自身が自由であるって契約破っちゃってるわけですね、家庭の中で。で破ってるっていうことによってもう自ら滅ぼしつつあると。でその状態で社会契約を国家と結べていったって無茶な話であって、本人がまず自由であるっていう、自由であると。まあ、自立は無理であるとしても、自由な主体であるって意識がないと、結局そこから、国家と社会契約を結んで、まあ、社会保障を受けて、また自立の道を目指すなりですよ。生活の立て直しみたいなことができなくなっちゃうってことですよね。だけども、早い段階で自分自身を、まあ、家族が飢えてるから体を売りましたとか、もう中学生にしてですよ。そんな話になっちゃうと。
で、そういうことになると、もう早いうちから自分を譲り渡してるわけですね。あるいはギャンブルをやりましたとか、薬をやってしまいましたとか、もう早い段階で、10代の段階で自分のあらゆる自由を譲り渡した状態になったら、それはもう国家との関係において、社会保障は別としても、社会契約結ぶとこまでいかない段階で、もう死にたいですってなっちゃうわけですね。もう20歳ぐらいでも、いやもう無理だと、社会はさらに厳しいと、家出はしたけど、家で奴隷状態だったから家出したと、でそこからもう生きる望みがないんで死にたいですって言って、一緒に自殺してくださいみたいになっちゃうと。本当はそこの段階に、まあ、もう家で奴隷状態である状態から救い出さなきゃいけないわけですよね。じゃないと、その子たちはずっと自分が自由であるってことは何か知らないまま生きることになると。じゃあ、あらゆる自分の自由どんどん切り売りしながらですね、女の子だったら体売るとか、男だったら、まあ犯罪に手を染めるとか、薬物やるとか、まあそういうことで自分の自由売り渡す人生、スタートラインがそこになっちゃうと、もう、社会に出てから、自由な主体としてもう一回、自分を作り直すことは、まあできないと。まあ共産主義の国家ってクソみたいな国家だと思いますけども、でも少なくとも人を国家の奴隷にはしてるんでしょうけど、人を人の奴隷っていうか、自分で自由を、まあ、売り渡してる部分もあるのか。まあイワン・デニーソビッチの一日じゃないですけど、まああの収容所の中見てりゃ、少なくともまあ自分が自由だってことでは、自分の自由っていうのは、まあパン食ったりね、働く中で仲間と共同作業するとか、なんか夜中ベッドで物を思うとか、そういう自由はあの過酷な零下30度以下の中でもあるわけですね。だけど今この自由主義の社会、資本主義自由主義の社会で起こってるのは、あらゆる自由な社会にいながら自分の自由切り売りして生きてるティーンエイジャーがいてですよ、それがもう大人になったら、大人になる前に死にたいってことを言い出してしまってるってことですね。だから自分がそれによって契約する、存在する契約破っちゃってると、自分に自身に対する契約破っちゃってるもんですから、もう滅ぼしちゃってるわけですね。滅んでるって言い方だとかわいそうですけども、自分自身が契約する主体じゃないから、国家となんか契約できないわけですよ。社会にも出ていけない段階でもう大幅にもう挫折しちゃってる子供がどんどんやっぱりこの30年出てきてると。で、それがワンサイクル回って、親の貧困が子供の貧困になってると。で、貧困が再生産されるって段階に今もう入りつつあるわけですね。これはとんでもない恐ろしいことで、まあ私は一番恐ろしいと思うのは、中学生のね、2割が教科書に何が書いてあるか分かんないってまま卒業していくっていう記事を読んだんですね。ということはもう、本も一冊もないような家に住んでる人が2割ぐらいいて、全く文字読めないと。まあ文字読めないっていうのは、その、なんかね、そのディスレクシアとか発達障害とか、まあ、そういう人もいるでしょうけども、しかし何らかの理由によって、まあ一見普通の生活をしているように見える子供であっても、まあ文字が、まあよく読めないと、話したり、ね、聞いたり話したりはできるのかもしれないですけど、自由とか、権利の平等とか、権利を行使するとかいう抽象的なことはある程度文字読まなきゃできないですから、そういうことに一切頭が及ばない子たちが、まあ、中学卒業していくと。で、高校行っても多分勉強する意味がわかんないからドロップアウトすると。で、社会に出てくとなると、出て行った時にはやっぱり、ギャンブルなり、薬物なり、売春って形で自分を切り売りしていくことになっちゃいますよね。で、どんどん自分が存在する自由な主体としての契約を破るから、もうこれ全然社会に居場所がなくなっていくと。いうことですよ。で、そういう人たちは一定数もう全く選挙に行かないと。選挙に行かない 47% の何パーセントか 20% ぐらい、これから 20% ぐらいは、そもそも投票所に行って、なんか政党の名前が書けないとか、候補者の名前が書けないとかいう人が出てきちゃってると。そんなとこ民意として汲み取られるあれもないと。ただしその人たちは、まあ合意はしてますっていう
ことになってるから、選挙自体が無意味だっていう運動もしないと。そういう人たちが一定数出てきてしまってると。何も生み出しはしない無なるものみたいな人たちが、この日本も先進国だと言われながらも、まあ一定数もしかしたらいるってことですね。我々は目にしてないだけで、いると。たまに目にするとなると、ああいうおぞましい殺人事件とかで一旦垣間見るだけで、まあ、見たくないから臭いものに蓋で忘れたようになってるんですけども、あの手の事件がこれからもどんどん増えてきますよ。それはなんか社会の矛盾だとか政府のせいだとかいう話じゃないような気がしてるんですよ。それはもう近代社会がやってきた、自分が自由な主体で社会契約してるっていう民主主義のそのシステム自体が際どいと。でその後に来るのは全員一致したことありませんって言って暴れ出す人が出てくるか、それが暴れた時にはまあ弾圧するでしょうけど、国家の方はね。あとはもうだから国家の中にいながら何にも声も上げないし、でもほぼ奴隷状態だと。奴隷ではないと言いながら奴隷状態になって生きてる一定数の人たちが、社会の片隅っていうか、まあ都市生活の片隅に必ずいると。でも日本の場合はなんかそんなにね、外国みたいにスラム街があるわけじゃないんで、なんかそれが潜在してね、そこら辺のワンルームアパートで何が行われてるかわかんないと。なんか、まあ子供が虐待されるみたいなもんで、もう全然社会の目に触れないとこで虐待が行われるとか、奴隷状態みたいな生き方の人が潜在的に、まあ、この社会の中に2割ぐらい状態としてあるってことですね。それも 目に見えないし、見たくもないから見ないふりみたいな、そういう社会になってるってことじゃないですかね。それが恐ろしいことだと思いますけども。ということに私はなんか喋ってて気づいてきたんですけどね。まあ、それに妥当性があるかどうかわかんないですけども。まあ私いつも考えるんですけどね。ああいう相模原のね、障害者なんか何人も刺してしまう事件とか、まあもちろん秋葉原の事件とかもそうですけども。まあ今回のね、事件も、ザマの事件も、なぜこれが起こるのかと。で、起こるにはやっぱ原因があるわけですよ。その原因っていうのは、その本人のパーソナリティっていうのも、まあもちろんありますけども、でもそのパーソナリティ、個人に押し付けて、頭のおかしなやつだったって言って終わらせると、なんか他のものが見えなくなるような気がするんですね。で、実はやっぱり、根本的な問題として、まあ今回の問題、自由の問題にかかってるような気がするんですね。死にたいっていう人が一定数いて、なんか自分を殺してくれるような人のところに行ってしまうという問題が引きつけられていくっていう問題があると。でそんな問題今までまああったのかもしれないですけども、結構まとまった形で出てきたっていうことですよね。まあ今までもね、その練炭で自殺する人とかいましたけども、まあもちろんね、婚活殺人事件も似たような話ですけども、今回の事件ですよ、根本はですよ、まあ同じですよ。あのケースの事件がどんどん増えていくと、ネットってものが出てきて、また事件の質が可視化されるようになってた。秋葉原の事件だってやっぱネットがなきゃ起こんなかったと思うんですね。ある程度その SNS に記録が残りますから、で、ね、加害者が何考えてたかってのも分かると。でも加害者の言ってることを分析しても、なんでこいつがこんなこと起こしたんだって分かんないと思うんですよ。でもそれを、なぜ起こったかって説明する、していかないと、この社会の変化っていうのは、ああいう事件に、私は凝縮して現れてると、まあいつも思ってるんですけどね。ということでした。まあそれを、まあ、ルソーの社会契約とか読んでも思い当たることが見えてくるという形で、読書して説明できればね、まあ、新たな視点からね、切り口で社会状況
語れるはずだし、語れたとこにはやっぱり自由ってもんが重要なんだと。人間は自由なものとして生まれてるってことは、今の教育では説明しきれてないってことですよね。そこが根本にあると。みんな自由を見失ってるから、次元の残虐性ばっか見ちゃってんだけど、実は問われてるのは自由の問題だと。で、あなたは自由なんですかと。一人一人に問えば、決して今自由な生活をしてないんですよ。だったら自由になんなきゃいけないんじゃないですかと。自由になんないとこの社会って成り立ちませんよと。自分に対して自由で、で、自由な主体として社会契約を結んでないと、政府がどうだっていうのは問題じゃないと。この社会を作ってるのは一人一人なんですから、基本的にはね。近代国家のこの思想から考えれば、まあ、ホップスだって、ロックだって、ルソーだって、人間一人一人だと考えてるわけですね。その一人一人が自由を求める潜在的な力があるっていうところに、思想とか哲学が、近代のものは、まあ、カントもそうですけど、作られてると。で、前提条件の自由がもうなくなってるとしたら、まあ、本当、何ですか、この社会っていうのは、人間の社会じゃなくなってるってことですからね。なんかおぞましい、なんかのゴキブリの世界みたいなもんで、共食いし合ってね、生きてるみたいになっちゃいますよ。で、見た目は人間なんだけど、人間じゃなくなってきてるってことですね。まあ、カフカの変身みたいなもんで、虫がいっぱい暮らしてるようなもんですよ。ある日見たらみんな虫になってたと。自ら自由を手放したグレゴル・ザムザみたいになってるわけですよ。でも人間だと思って生きてるってことですね。這い回って生きてるみたいな感じになっちゃいますね。まあ、そういう話だと思います。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。